皆さんこんにちは。今回は世界中のバスケットボールファンの注目を集めている中国の若手センターチャン・ツーユー選手の生い立ちや経歴、オリンピック落選理由や中国の育成方法、そして新たな高身長選手の噂について紹介していきます。チャン・ツーユー選手は2007年5月1日生まれの17歳、中国山東省出身で、その驚異的な身長と卓越したバスケットボールスキルで知られています。彼女の身長については様々な報道がありますが、最新の情報では 226cm とされています。体重に関しては公開されておらず、 226cm 女性の平均体重は 115kg ほどとされています。これはバスケットボール界でも稀に見る高さです。チャン・ツーユー選手の両親も元バスケットボール選手で、彼女が5歳の時からバスケットボールを教え始めたそうです。その影響もあってか、彼女の成長は驚異的でした。小学1年生の時点ですでに 157cm あり、小学6年生では 206cm に達していたと報じられています。彼女の才能は早くから開花し、14歳の時に U15 全国バスケットボールリーグ大会に出場、決勝戦で42点、25リバウンド、6ブロックという驚異的な成績を残し、一躍注目を集めました。この時に身長が 226cm と報じられ、対戦相手を圧倒する姿が話題を呼びました。2022年には U15 全国選手権で62点13リバウンド、その3週間後の小選手権では68点24リバウンドという素晴らしい成績を残しています。2023年の U17 全国選手権では決勝戦で 30.21 リバウンドを26分間で記録し、チームの優勝に貢献しました。国際舞台でも彼女の活躍は目覚ましいものがありました。2024年の FIBA U18 女子アジアカップでは中国代表として出場、デビュー戦となったインドネシア戦ではベンチスタートながら13分間の出場で19点を記録し、9本中9本という完璧なシュート成功率を見せました。続くニュージーランド戦では36点、13リバウンド、4ブロックを記録、80% のシュート成功率を誇りました。日本戦では44点を挙げ、大会記録を更新、14リバウンドも記録しています。決勝戦のオーストラリア戦でも42点、14リバウンドを記録し、中国を準優勝に導きました。大会を通じて平均 35.0 点、12.8 リバウンドという驚異的な成績を残し、大会 MVP に選出されました。彼女の身長とプレースタイルは世界中の注目を集め、国際的に話題となりました。しかし驚くべきことに、2024年パリオリンピックの中国女子バスケットボール代表トレーニングキャンプの17人メンバーにチャン・ツーユー選手の名前がなかったことが多くのファンに衝撃を与えました。なぜチャン・ツーユー選手がパリオリンピック代表から外れたのか、その理由については明確な発表がありません。しかしメディアや SNS でいくつかの要因が噂されています。まず一つ目は、同じポジションにいるハン・シュイ選手の存在です。ハン・シュイ選手はニューヨークリバティで WNBA に参加し、世界最高峰のリーグでのプレー経験があります。彼女は優れたシューティングタッチを持っており、特にミドルレンジのシュートが得意とされています。またフリースローの精度も高く、パス能力やボールハンドリングの技術も持ち合わせており、センターとしての役割を超えてチームに貢献していると言われています。このような経験豊富で多彩な選手がいる中で、チャン・ツーユー選手の選出は見送られたのかもしれません。チャン・ツーユー選手のバスケットボール技術についてはファンからの期待や貢献度は高いものの、大黒柱であるハン・シュイ選手には届いていないと言われています。オリンピックという世界最高峰の舞台では高度なスキルレベルが求められます。チャン・ツーユー選手は才能豊かですが、17歳という若さゆえに国際大会での経験や精神的な成熟度が不足していると判断された可能性があります。2つ目は、 SNS で噂されている遺伝子操作の上に完成した選手であり、まだ試行錯誤されている可能性です。中国には過去にゲノム編集という遺伝子操作手術が話題になり、発明者が楽々と操作することができるなどと発言したことが世間で話題となりました。ゲノム編集とは、多数の遺伝子の中から
狙ったものだけを正確に操作する技術のことです。 1.DNA を切り取るための酵素を細胞に注入。 2.標的の遺伝子を見つけ出し破壊する。 3.破壊した遺伝子の一部を置き換えたり別の遺伝子を導入したりすることでゲノムを改変するという流れが基本的な方法とされています。ここで遺伝子組み換え技術とゲノム編集の違いを説明します。遺伝子組み換え技術ではある生物のゲノムの中に狙った機能を持つ他の生物の遺伝子を挿入して欲しい機能を得ます。外来遺伝子が生物のゲノムのどこに挿入されるかもどのような働きをするかも十分にコントロールすることができません。そのため想定しない機能を持つ生物を生み出す可能性があったり新たな病気を引き起こす危険性があったりするなど安全面や倫理面の課題が実用化の妨げとなっていました。一方ゲノム編集はその生物が持つ DNA の狙った場所を切断して編集するため遺伝子組み換えと比較して安全であり確実だと言われています。このような実験が中国であっていたことからチャン・ツーユー選手はゲノム編集の末に作られたのではないかと言われています。この噂に SNS では中国実験恐怖すぎる、中国は細胞をいじってでも良い選手を作ろうとするのか、最近若い中国選手が突然死したし謎が多すぎるなどのコメントが見受けられました。ですが現在ゲノム編集は法律で禁止されているようで人間の生殖細胞に対するゲノム編集の適用は生殖細胞の初期発生発育などに未解明な点が多いこと、また次世代に対する予想できない影響があり得ることから日本では遺伝子治療等臨床研究に関する指針により禁止されています。海外でも多くの国が指針または法律で禁止しています。ですがチャン・ツーユー選手のご両親は前述したように元バスケ選手であり両親ともに身長が2メートルを超えていることから遺伝の説が一番濃厚と言われています。他にも SNS では様々な噂を見かけましたが信憑性がないものばかりで公式な発表がないことでどれも憶測の域を出ませんでした。次に中国のスポーツ育成方法についても紹介します。中国のオリンピックの選手を訓練する過程は日本や外国の訓練過程とは全く違います。日本など一般的な先進国はほとんど全ての子どもは少年時代は普通に学校に通い数学や国語などの基礎教育を学びます。ですが中国には子どもの学業よりオリンピック優先という方式があり週に2、3時間ある体育の授業で成績の良い子が現れ中学生から部活に参加し夏休みに体育祭に出て全国大会でも優勝できるくらいの子がオリンピックに選ばれるという方法です。もしくは少しお金のある家系の子が放課後にスイミングスクールに通わせて全国大会でいい成績を収めると中学生などでもオリンピックに出場できることがあります。早期体育専門訓練という言葉がありまだ小さな子どもの時から体育の専門訓練を施されるのです。6歳から10歳くらいまでに他の子より足が速い体が柔らかくバネがあるなど体育面で素質のある子は普通の学業を止めて体育の専門的な科目に入ります。メンツを重視する中国では自分の子が国家から選ばれるオリンピック候補生になるというのはとっても誇らしいこととされています。オリンピックの選手になると多額の報酬があることで子供が選ばれることを断る親はほとんどいないようです。ですがこのような環境から実際に選手になる方は一握りのようで学業に全く触れずに育ち最後は野放し状態になるので犯罪を犯す方が多いと言われています。このような厳しい環境下でチャン・ツーユー選手は這い上がってきたと言われており中国バスケ界からは今後の活躍が期待されています。チャン・ツーユー選手の将来について多くの専門家が期待を寄せています。彼女の身長と才能はバスケットボール界に新たな可能性をもたらすとされ特に女子バスケットボールにおいて彼女のような超大型選手の存在は稀です。チャン・ツーユー選手の今後の活躍に世界から注目が集まっています。しかし最近の報道によるとチャン・ツーユー選手以外にも中国には驚異的な身長を持つ若手選手株が複数存在することが明らかになりました。しかし最近 SNS で新たな写真が公開されておりチャン・ツーユー選手がおそらくバスケットチームに
訪問した時の写真のようですが、チャン・ツーユー選手以外にも高身長の選手がいたことが分かり、中国には驚異的な身長を持つ若手選手が存在することが明らかになりました。ですが、その方の名前などは不明であり、実際に写真が本物なのかも明らかになっていません。これらの若手選手たちの突如としての登場に対し、一部では懸念の声も上がっています。前述のゲノム編集に関する噂が再び取り沙汰されており、これらの選手たちの身長が自然なものなのかどうかについて疑問を呈する声も少なくありません。何らかの特殊な育成プログラムが存在するのではないかという推測も広がっています。まだ正確な情報は出ていませんが、これが本当であれば中国女子バスケの今後の発展が凄まじいほど世界から注目されるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。